こちですこんにちは今日のテーマは前回の動画の続きになりますで前回の動画なんですが、えーとね、女性が、えー、感じている男性がセックスの時にどうしてああいう行動をとるのっていうことについてその女性の疑問みたいな感じで、えー、とお話をしたんですけどもその中でその男性が女性器にこう指を入れる。 でね、刺激をしてこう女性を気持ちよくさせる行為の時になんかさその行為をして濡らそうとするのはどうしてかみたいなで、女性の本音としてはやっぱもうその男性の指が自分のその女性液に入ってきた時点でもう濡れていいる状態ででありたいんですよだからその行為をするから濡れるっていうわけじゃなくてその行為をする時にはもう濡れた状態でいたいみたいな。 で、その方がやっぱ気持ちいいしあとはやっぱねその行為で濡らそうとすると痛かったりとか、あのーまあ、痛いっていうのが一番ですね。でその男性に勘違いしてほしくないなって思うのがそのね女性液の中に指を入れて刺激をすると、まあ、それはもちろん濡れるんですけどその濡れるっていうのが気持ちよくて濡れる女性ももちろんいるんですけどだけどそのね えっと防衛本能っていうのがあってであの濡れてない状態で女性器の中に異物が入ってくるとやっぱ濡らさないと痛いからその女性の体が自分の体を守るために室内を潤わせているという機能もあるんですよ機能っていうとなんかちょっと変な言い方になっちゃうんだけどだから必ずしも感じてるから濡れてるとも限らなくてその痛くしないためになんか濡らさなきゃっていう指示で。 女性の膣内が濡れているっていうパターンもあるので、なんかそういうパターンもあるんだなっていうことだけでも、ちょっと男性に知っておいていただければと思います。だからね、必ずしも気持ちがいいから膣内が濡れるっていうわけではないので、それはね、防衛本能ということもあるのでね。なので、うんと女性としては、やっぱその、ね、その行為 指が入ってくる行為の時には、すでにこう濡れている状態であった方が、よりこうセックスをね、女性も楽しめるし、男性もさ、もう指を入れた時点ですごい濡れてた方が、きっとね、テンション上がると思うし、楽しいと思うんですよ。だから、ね、あの、二人が楽しめるセックスって考えた時に、そういう状態を作っておいた方がいいんじゃないかなと、私は思うので、今日のテーマは、 その男性が指を入れた時にすでにその女性液が濡れている状態を作るにはどうしたらいいのかというポイントについて3つお話をしようと思います。パートナーとのラブライフを今よりももっと充実させたいなという方は男性の方も女性の方もぜひ最後までご覧ください。ということで、えー、その3つのポイントについてお話をします。まず1つ目。1つ目は、えー、シチュエーションです。シチュエーション。どうも極端な話、すっごい 真冬の寒くて汚い散らかっているえもう床に寝ているようなところでセックスをするのとちょっとなんかちゃんと部屋が温まっていてなんかアロマのいい香りがしてなんかろうそくでちょっとさなんかロマンチックな演出がしてあるえすごくこう寝心地のいい場所でするセックスだったらどっちの方がこう 感情がね気持ちいい感情にこうスイッチが入りやすいかって言ったらやっぱそのロマンチックな雰囲気であの寝心地がいい場所の方が気持ちがいいスイッチは入りやすいし女性のそのセックスに対する気持ちも盛り上がりやすい男性もねそうじゃないですかまあその場所なんて関係ないよっていう人もいるかもしれないけどもう極端な話をするとそれぐらいシチュエーションって大事で だからね、あのー、女性ってすごい場所が変わるだけで、めちゃめちゃこう感じられるんですよね。だから普段は、もうね、自分の部屋でしかセックスをしないんだけど、しなかったんだけど、すごい久しぶりにパートナーと、ちょっとさ、なんか高層階のさ、なんかガラスガ、ガラス張りの範囲が広い、もう超夜景が綺麗に見える場所とかで、 セックスを久しぶりにしたら、もうすごいそれだけで、テンション上がって、すごい興奮しましたっていう女性のお話とかもね、あったりとか。だから、簡単なことで、いつも家でしてるんだけど、たまにラブホディに行ったらすごい興奮しましたとか、そういうなんかシチュエーションって結構女性にとって大事だったりするので、ちょっとシチュエーションを変えてみるっていうだけでも、もう女性の、えー、興奮度が上がる、というね、ところがあるので、えっと、一つ目のポイント。 もう極端にぬれやすくなるというね、ところで、えっ、ー、と、シチュエーションをちょっと変えてみるというところですね。そして、二、えー、つ目。二つ目はですね、これはキスです。キスの時間と、えっ、ー、と、ま、キスのタイミングとかね。あのね、女性はやっぱりキスですごく重要で、男性でもね、そのキスの時間をすごく大切にしてくれる人っていると思うんだけど、いろんな女性のお話を聞いてると、 なんかね、そのキスの時間が短かったりとか、なんかキスが雑だったりとかすると、すごいね、なんかないがしろにされてる気持ちになるんだって。だから、まあその男性はさ、きっとさ、ね、あの、わかんないよ。早く気持ちよくしてあげたいとか、もう早く挿入して、ね、もっと気持ちよくしてあげたいっていう気持ちでそうしたのかもしれないんですけど、なんかね、そのある女性のお話を聞いた時に、やっぱキスがもうなんかやっつけみたいだったみたいな。 もう、はい、キスしました。はい、じゃあ次、乳首舐めました。はい、じゃあ、えー、C スポット刺激します。はい、挿入ねみたいな、そのなんか、ポンポンポンっていうなんかテンポよくみたいな感じのセックスで、ちょっとなんか寂しい気持ちでしたとか、むしろキスをしてくれなかったとかね、そういうお話も聞いたりとか。だからね、男性が思ってる以上に、女性ってそのキスへのこだわりというか、キスの時間をすごく大切に思っている人が多いので、 のキスをじっくりして、それこそね、なんかちょっといい雰囲気でじっくりキスをするっていうだけでも、もう気持ち的に興奮して濡れたりとかするので、なのでね、まあなんかその気持ちいいところを触れば濡れるっていうわけじゃないんですよ、女性って。だからさ、うん、なんかその気持ち的な部分ってすごく大きくて、まあ、男性もきっと男性器を刺激されたら立つと思うんだけど、でもさ、興奮しても 立つじゃないですか、男性も。だから女性もそれは一緒で、だから気持ちいいところを刺激されたらそれはそれで濡れるんだけど、でもそれ以上にやっぱ気持ち的な興奮の方が濡れるんですよ、実際。だからね、あのー、そこをどれだけ触る前にしてあげられるかっていうところがまずは重要で、この一つ目と二つ目っていうのは特にそこに関わってくるポイントなんじゃないかなと。 思います。で、三つ目が実際にこう体に触れてする行為ですね。こうどう体に触れることによって女性液が指を入れる前に潤っていくのかというところを次回の動画でお話ししたいと思います。今日はね、二つ、えっと、シチュエーションとキスの時間、キスのタイミングとか、そういうのが重要ですよという。 ことをお伝えできたので、えー、次回は実際どういう,うにこうに体を触っていったらいいのかということについてお話をしていこうと思います。ということで今日は以上になります。評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。